皆様こんにちは。今日は私が今現在使っている手帳とか、あとノートとかの紹介をしていきたいと思います。去年に2020年使う手帳の動画を出したんですけど、それからまただいぶ変わっていて、新しい手帳とか増えたので紹介させていただきます。よかったら最後までご視聴お願いいたします。本当にたくさん増えたので、皆さん引かないでください。ノート、使っているノートと合わせて今、1、2、3、4、5、6、7、8、8冊ですね。そちらの手帳とかノートを使っています。まず毎日書いているものを紹介します。こちらはもう何回も動画に出てきているんですが、ミニ録です。こちら持ち歩き用に使っているものですね。中身は変わってないんですけど、友達からもらったチャームをつけたり、マイメロちゃんのキーホルダーつけました。と、こちら、かわいくないですか？セーラームーン風のクリップなんですけど、こちらも友達にもらいました。で、こっちには、こんな感じで、掃除リストを書いているんですが、毎日掃除はするんですけど、その日重点的にやる掃除を書いたりしてます。今日はトイレ掃除を頑張ろうとか、今日は洗面所の掃除を念入りにやろうみたいな感じで、一応目標ですね。毎日掃除する中での目標を決めてやってるので、一応書いています。あとはその日の予定を書いたりするマンスリーですね。これは毎日チェックしてます。で、ウィークリーを毎日書いてます。こんな感じでもうだいぶびっしりになってきましたね。前までは一言日記みたいな感じに書いてたんですけど、最近はその日あったいいことを書いてます。そうすることで楽しかったことを記憶することにもなるし、ちょっとハッピーな気持ちになるので、その日あった良かったことを箇条書きで書いたり、日記風に書いたり、自由に書いてます。あとはメモですね。料理とかについて書いたり、あとゲームについて書いたりとか、これは年末に使ったお掃除リストですね。とか、掃除のメモ、セスキ炭酸の使い方とか、重曹について書いたりとか、と編集について書いたり、ちょっと学んだこととか書いたりして、もう本当にパパッと思いついたことをメモする感じでこちらは使っています。で、コンパクトなので、こちらは持ち歩き用としても活用しています。はい、あと毎日書くものなんですが、フランクリンプランナーです。こちらも毎日書いています。これは今度動画で
詳しく紹介したいなと思ってるんですが、こんな感じでもう書き溜めてますね。最近はこの時間スケジュールは書いていないんですけど、こちらのトゥードゥは使ってますね。その日やることをバーと書いてチェックしたりしています。で、こっちにはその日あった日記ですね、日記を書いたりして使ってるんですけど、はい、こんな感じで書いてます。こちらはでも今度また詳しく動画にしたいと思います。本当にこちらは便利でおすすめなので、また動画にします。で、あとはチェックしているものはこちらです。バレットジャーナルで YouTube 用に使っているノートです。こちらお友達に作ってもらったシールなんですけど、可愛いですよね。ミルクミルクと書いてあります。こちらもだいぶもう書き込んでいますね。こちらの YouTube の目標とか、まあウィッシュリストだったり、まだちょっと100まで書こうと思って書けていないんですけど、思いついたら書いたりしています。あとは皆さんからいただいたリクエストをメモしたり、あとはこんな動画を上げたいなっていうものを書いたりしていますね。こちら2月のページなんですけど、アップした動画を書いています。あとまだちょっとこちら貼れていないものがあるんですが、皆さんからいただいたファンレターとか貼ったり、はい、こちらでこう見つつ、もらった手紙読みつつ、皆さんにパワーをもらいながら YouTube を楽しく撮ってます。で、こちらが3月のページです、はい、まだ書いていないんですけど、動画を撮ってアップしたらここに書いていく予定です、はい、バレットジャーナルはこんな感じで使っています。ちょっと恥ずかしいんですけど、こんな感じです。で、そしてあとは趣味系ですね。こちらは初めて紹介するんですけど、ほぼ日手帳のウィークリーです。これは何に使っているかというと、私はゲームをすることが趣味なので、その日やったゲームの内容だったり、どこまで進んだかちょっとメモしたり、ゲームの発売情報を書くものをに使っています。あとイベントとかですね、私はゲームのプロの試合とかも見るのが好きなので、そのスケジュールとかも書いたりしています。ちなみに2月はこんな感じで、はい、ちょこっとなんですけどメモしてたり、あとこんな感じで書いてますね。もちろんゲームしない日とかもあるので、シール貼ったりとかしているんですけど、こんな感じで、これはモンハンコラボでもらった
シールですね。はい、こんな感じでやったゲームとか見たものとか書いたりしています。ゲームつながりですと、こちらロルバーンの小さいサイズなんですが、モンハンノートですね、モンスターハンターワールドというゲームをやっていて、すごい覚えることがたくさんで覚えきれないので、ここにいろいろメモしてます。ただ初公開だと思うんですが、箇条書きで書いたりしていたりするので、あんまり詳しくお見せできないんですが、ゲームのやり方とか作りたいものを書いたり、写真とかも貼ったりしてますね。これは作りたい武器とかゲットした武器をチェックしているものです、はい、またイベントとか始まるので拡散が増えるかなと思います。でこれロルバン便利なところが、こういうなんか厚紙と後ろにクリアポケットがついていることですね。ここにはモンスターの弱点とかそういったものを書いています。こんな感じです。ちょっとお恥ずかしいノートです。あとはこちらですね、前動画に紹介したミミのノートですね。こちらも変わらず毎日ではないんですけど、どこか行ったら書いたりしています。こちらはヒゲダーのライブに行った時のチケットを貼ったり、セトリを書いたりしています。あとはトラベラーズファクトリーに行った時の日記だったり、これはユニバーサル、ユニバーにいた時ですね。で、あともう一つは、ハッピー日記です。嬉しかったこと、楽しかったことを残すためのものですね。写真とか貼って書いてるんですけど、まだちょっと書ききれていないものもあったりします。で次がこちらです。これはただ貼っているだけのものなんですが、マステ帳になります。 MD ノートにペタッと貼っているんですが、買ったマステをこんな感じで貼っています。まだちょっと全部貼り切れていなかったりするんですが、こんな感じで貼っています。セリアのマステだったり可愛いですね。これは本当にただベタベタ貼っているだけです。そして最後ですね。最後はもう何回も紹介しているこちらクリープブックです。こちらはコスメとか美容系のことを主に書いているものです。これも変わらず使っていて、中身もそんなに変わってないですね。こちら友達にもらったスパンコールが入っているクリアポケットです。でこちらはコ
スメのパンフレットを入れたり予約表を入れてます。でマンスリーを使ってたんですけど今年は使っていないです。なので今マンスリー用のシールも何も入っていない状態です。こちらは変わらずこういった付箋が入っています。でフレークシールですね。このコスメについては紹介してないページはこのページを最近新しく書きました。買ったコスメの使用感とかを書いています。この辺は本当にコラージュしながら楽しみながら描いているものですね。あとは後ろも変わらずスキンケアについてです。これもまだ描けていないものもありますね。クリップブックもたまにちょこちょこ書いています。今使っている手帳だったりノートはこちらです。結構たくさんなんですが私は書くことが本当に大好きなので全然苦じゃなくてむしろ毎日の楽しみになっているので楽しく続けることができています。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。